じゃあさっきおっしゃってた、基本的に誠意を持って見てくれる人なら、家族も患者さんもアプリシエイトして、タイトルはそんなに気にしていないというのが現実でしょうそうでか？すね。やはり例えばどうしてもアテンディングとしか話したくないという人もまれですが、たまにいます。ですが、実際の、現状として、私は朝の インターンレジデントに対してのカンファレンスをし、回診をし、治療方針を決め、コンサルタントなんかと連絡を取り合い、また特に、急変をしてしまっている患者さんたちの家族と、2人3人、時間をゆっくりとって30分40分座っておしゃべりをして、午後にはまたインターンレジデントの教育に携わり、 そうしてしまうと1日が終わった状態で残りの7人8人10人の患者さんとは特に綿密にお話ができないとなると、PANP さんたちの、役割として、毎日の報告、コミュニケーションをちゃんときっちりと家族と取るというので、私にとってもとても、また少し時間の余裕が少しできます。また、患者さん、家族にとっても、コミュニケーションを取ってもらえるというのはとても嬉しいことだと思いますね。なるほど。NPPA システムにもう慣れてしまったでしょうけれども、逆にやりにくいなという、チーム医療だからやりにくいなというのは、さっきおっしゃった点のみでしょうか？そうですね。他に、まあ、さっきも少し言いましたが、やっぱりチームというのは必ずしもうまくいく、自然にうまくといく、い、いくようなものではないので、やっぱり私はチームリーダーとして、アテンディングとして、一人一人の、長所短所を把握する、また、チーム内でのコミュニケーションもよくうまくいくように、もちろん仲が良くても喧嘩は家族でもあるのと一緒で同じことですね。円滑に、仲良くみんなが、楽しく、仕事ができるようにというのはやっぱり心がけています。日本でよく質問されるのが、もし NPPA 制度ができたら、どこで医師がトレーニングするのか、レジデントトレーニングの場がなくなるんじゃないかという質問ですけれども、それについてはどう思われますか？イェールはまあ教育大学病院ですけれどもちも。ろんですね。実際にですね、今まで、NP が、P、NPPA がいなかったとしたら、もちろん、NPPA が、携わっている患者の、分はインターンレジデントに回ってしまうのですが、ちょっと 英語になってしまう。すいません。そうするとインターンレジデントがもう激務となってしまうので、逆に、教育カンファランスにしても回診にしても、教育の、ごめんなさい、教育の何て言うんですかね、教育するシチュエーじっショくンりしたまとまった時間が取なりにいですくい。ね。取りにくくなる。また、フォーカスができない。疲れすぎていて、フォーカスができないなとるいほうど。ようなインターンレジデントも出てしまいますし、私は、ニューヨークでインターンレジデントフェローとしていたときに、NPPA があまりいない病院で働いていましたので、トレーニングをしている側から少し振り返ってみてみると、そういう人たちがいたらもうちょっとじっくりと落ち着いていろいろなことが考えられたんじゃないかなと思います。なるほど。それでは、他に日本での今、医療崩壊と言われていますけれども、日本の医療関係者の方々に何かメッセージはありますか？そうですね。やっぱり医者不足、医療崩壊などといろいろ、メディアなんかでも取り上げられていますが、
まあ、もちろん簡単なことではないと思います。新しいシステムを作るというのは、やっぱり、まあ、患者さん側、家族側、医療関係者側、いろいろな面で全員の参加が必要となると思います。またNP さん PA さんをの才能を引き伸ばすには、ただただ面倒くさいことをやってもらうというのではなく、やりがいのある仕事、お互いを協調できるような仕事の、現場を作るという心がけが必要だと思うので、そういったところがとても難しいんじゃないかなと思います。もちろんアメリカでも30年40年前に同じような苦しみがあったので、日本でもきっとできると思います。ありがとうございます。